マイプロジェクト TV の伊藤です。よく男女の間柄にはその友情がね、その成立するかしないかっていう議論があるじゃないですか。あれご覧になっている皆さんはねどう思いますかね。僕はね、ちなみにね、成立すると思ってる派です。うわ、伊藤ちゃんが恋愛の話してるぞ。特に男性はその友情と恋愛感情の違いをその行為の度合いの違いであるというふうに捉えたり、つまりその友情の発展系が恋愛感情だと見なしてることが多いのね、男性は。一方女性は友情と恋愛感情ははっきり別物と考える人の方が多いみたいです。女性と仲良くなってきたら、友情が深まってきたら、伊藤ちゃんいい感じじゃない、あの子とねえ、僕と付き合ってください。社会心理学者ジック・ルービンは恋愛尺度なるものを提唱し、友情と恋愛感情ってそもそもどう違うのかっていうふうに定義しました。友情っていうのは友達にも好きな人にも抱く感情のことで、3つの要素で構成されています。1つ目が好意、相手のことを高く評価する感情のこと。2つ目が尊敬、これもそのままね、相手を尊敬する感情のこと。3つ目が類似性、自分と似た一面があるかどうかっていうことね。これと違って恋愛感情っていうのは次の3つで構成されています。1つ目が親和依存欲求、心も体もそばにいたい、離れると辛いっていう感情ね。2つ目が援助傾向、たとえ自分が犠牲になろうとも相手のために何かしてあげたいっていう感情。3つ目が排他性、相手を独占したいっていう感情。2人きりになりたいっていうのもこれだな。ルービンの調査によると、男性はこの左の友情の発展系が右の恋愛感情だと思うことが多いのに対し、女性はこの2つは全く別物であると考える人が多いとのことでした。つまり男っていうのはある程度仲良くなるだけで恋愛感情を抱いてしまいがち。だから、この子、俺のこと好きなんじゃっていう勘違い野郎が続出してしまうっていうことよ。それで女は女で知らぬうちに男心を翻弄しちゃう魔性の女みたいなやつがいるわけだ。もう急にあいつ私に告ってきてびっくりしたんだけどって、お前がその気にさせとんのじゃ。心当たりありすぎ。だから男女の友情が成立するかみたいなのはよくあるね、アンケートみたいなものがあれば、大体女性の方が成立するっていう回答がね多くなってしまうわけね。友情と恋愛で抱いてる感情ってのは別物らしいからね、女性は。伊藤ちゃんを勘違いやろうにさせやがって許さんぞ。もともとはこのライクとラブの違いを調べたのがこの恋愛尺度。この動画がちょっとでも面白いと思えば、ぜひいいねボタン押してくださいね。好きになるかもよ。ということで今日のおさらいです。恋愛尺度とは友情と恋愛関係をそれぞれ区別し定義尺度付けしたもの。できるやつは決して勘違いしない、させない。2つの感情はこれ別々っていうか、その普通の友達にはこの左の感情だけあって、で恋人とか好きな人には両方の感情があるっていう考え方。僕のことを振り返ってみるとね僕ね、あのお付き合いした人にこう友情の感情は確かにあったと思うんですよ。相手を高く評価して、相手を尊敬して、こう自分と似てるなっていう一面もあったりとかね、その一緒にいて心地いいっていうかね。でもじゃあこの恋愛感情みたいなやつがあったのかっていうと、相手のそばにいたい、一人にさせて、相手のために何かしてあげたい、一人にさせて、相手を独占したい、一人にさせてってば。ダメだこりゃ。チャンネル登録。